はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日は、IWC Day4 のセミファイナルの模様をお送りしておりますけれども、さ早速バンピックスタートしてるんで見ていきましょうか。レバさん、はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。いやー、ITZ 本当に強いですね。本当に強いですね。ここに来て前評判通りの強さを見せてますね。 ITZ 一度グループステージのところで、HR に負けてるんですがね、そういったところ精神的なものは引きずらないんですね。今度は HR が番変えましたね。いいじゃん、アジールですか。アジール使ってない。はい、使ってます、使ってます。使ってますか。はい、使ってます。ただ BO5 とかでこう、ここまでのところは使ってない。使ってないですよね。その試合で使われてこうバンするんだったら納得いくんですけど、1日目の FF との試合でアジールを見せてましたし、あとはブラジルとの決勝戦、ブラジルリーグでの決勝戦1試合目でアジール使っていたことはあります。ただここに来て急にというのは一つ不可解ではありますね。何かやりたいことがあるということなのですかね。かもしれないですね。アジールが相手にいると非常に辛い構成をやろうということかもしれないですね。グラガスをファーストピックしましたね。はい、グラガスファーストピック。そして ITZ ですけれども、何か別の構成とかもやりそうなぐらいちょっと余裕が見られましたが、ありましたね。かなりにこやかに試合を終えてましたからね。ドレイブン見れますかね。ただグラガスが相手にいますが、ドレイブンただ何度も見せてますよね。そうなんです。たピックしたいはずだと思うんですが、なんですよね。見てみたいですね。この ITZ の AD キャリーの方非常にうまいですからね。そのうまい方がドレイブンとどういう動きを見せてくれるのか。いやさすがまだ出すなよというような、なんか今指示が飛んでたような気もしますね。ルルルブラント取りましたか。ルブランも真にというなんか難しいと、真に出るの難しいという話もありましたけれども、そうですね、やはり、中盤以降相手が硬くなった時にダメージを出す対象を選ぶとちょっと難しい。相手の奥まで入ってしまうとその間にタンクに潰されてしまうようなことがありますからね。かといってタンクを狙うとタンクに対してはダメージが出せないといったところで、まあ、5.5 以降はあまりピックされなくなってきましたが、 IWCI ではかなりピックされてますし、バンもされてますね。そしてかなり勝率が良かったはずです。はい、確認はまだできてませんが、そういったところでやはり育つと強いという、というのもありますし、序盤から中盤にかけて圧力を作り出すといったところで、ゲーム全体をスノーボールさせる役割を負っているということがあると思いますね。逆転するという要素というよりも序盤に有利を作るという役割でピックされるということだと思います。そしてゼド、ゼドです。いやー、これ HR のミッドレーナーゼド初だですよね。あれだけ強気の、確か、今大会ブラッドとオリアンナとイズリアルだと思うんですよね。あとはダイアナですね。ダイアナですか。これは見たいですね。楽しみですね。そしてレクサイとアリスター、アリスター、これはゼドが飛び込んできたところをアリスターが9で打ち上げてカウンターを取ろうという狙いがもしかしたらあるかもしれないですね。本当にドレイブン来そうですね。そうですね、この構成は本当に来そうですね。本当に来そうですね。さあ一つ楽しみになってまいりましたが、さあジンクスを、HR バーはロック、そして新自動を見せてますが、新自動ロックしますか。リサンドラですか。なるほど。まあジンクスのための集団戦のところでのゾーニングが一つリサンドラの役割になるでしょうね。そしてレーディングの段階ではプッシュをしてマップのプレッシャーを作り出そうというのも一つそれぞれ狙いになっていると思いますか。さあリサンドラロックラストピック。いやもうここまで来たらドレイブン出してくださいよ。見たいですかね。はいただグラガスとそしてゼドリサンドラがいますからね。かなり厳しいのは確かでしょうが、3チャンピオンが間違いなく狙ってくるでしょうけども、
一応ルル、レクサイ、そしてアリスターとカバーできなくはない構成にはなってますがね。あーなるほど、ルル、あドレイブンではなくベイン、これはロックしましたね。一つゼドの対策といったところがあるかもしれないですね。ゼドがベインにウルトを打った瞬間に、ベインがウルトを打ってステルス状態、9でブリンクしてステルス状態になることでゼドのダメージを一つかわすことができます。それになおかつベインというチャンピオンは単体を殴り続けることで DPS が非常に上昇するチャンピオンですから、つまり少数戦で非常に強い、デドは疑似的な少数戦を集団戦の中で作り出すチャンピオンですから、それへの対策としてベインを取ったということが挙げられると思います。はいはい、さあまあピック出揃いましたけれども、どうですかね、パッと見て HR と XZ のこのチームコンプ。HR としては、まあ、集団戦のところでジンクスを守る構成になりつつも、中盤までのところで、デドがスノーボールした場合は 1-3-1 のスプリットプッシュができる形になってますね、はい、トップにリサンドラ、ボットにデド、まあ、それは逆でもいいんですが、ミッドにジンクスを置いて、まあ、プレゼンターを押し上げることが、まあ、有利を取った時に可能になってます。そしてそれを生かして、スノーボールしてレイトゲームではジンクスにダメージを出してもらうという構成になってますね。一方の ITZ としてはミッドトニー、ルブランク、トップにルル、ジャングラーがレクサイで、AD キャリーがベイン、サポートがアリスター。そうですね、ルルとルブランクがそれぞれレーンのところで対決する相手がレーンは非常に重要なマッチアップになると思います。ここで一つ有利を取れると ITZ としては HR の目論みである 1-1 のスプリットプッシュを潰せますからね。レーニングのところで ITZ としては相手を抑え込みながら中盤のところで有利を取って、そしてレイトゲームはベインの能力を生かして勝っていくというような構成になっていると思いますね。そうなると ITZ のやはりジャングラーがキーになってくると、そういう形になっていると思いますね。このレクサイがどういったガンクを決めるのか、相手のジャングラーを抑えるのかが序盤のところ重要になってくるきますね、はい、さあ始まりましたね、アイドル試合 Day4 セミファイナル、HR vs ITZ の3試合目見ていきましょう。さあ HR はオール待機みんなでダンスしてますよ。してますね。HR としてはベイントアリスターというチャンピオンであればレーニング2対2をするのが辛い。だからこそトップにスワップしてくるだろう。そのスワップのためにはトップサイドにディープワードを置きに来るだろうという読みであそこに待機していたんだと思いますね。ITZ はそういう風に考えてくるだろうとさらに予想した上で入りませんでしたね。ああそしてそれをやってこないがゆえにベインをトップに送ると、 HR としてはあそこに敵が現れなかったからこそ相手は2-2をするんだなと思ってボットレーンに向かった可能性、もしくはボットサイドに敵が入ってきているという予測で始めてますね。やはり 2-2 をするつもりだからこそゴーレムを借りているような感じがしますからね。ここで現れました。さあどこまで入るか一つ注目ですが、あジンクスが今ワードを置きましたか、映りましたか、このワード微妙な位置なんですね。ゴーレムの左側にブルーサイド側が映ってないですか。映ってないですね。ただ一応入り口のところにはポケットありましたから、まあどうでしょうね。ここのところ HR としてはどう返すのかが一つ微妙だと思いますね。レベル1から非常に心理戦が行われるような状態となってますが、さあベイントップソロですね。ここグラガスからの圧力、あミッド仕掛けてます、グラガスが仕掛けます。さあダブルを使った後 E はフラッシュで避けてタール、イグナイトはただこれ届かないでしょうかね。今のところレクサイがしっかりとカバーしてましたが、かなり危険な動きミッドレーンの方してましたね。そして赤バフと青バフの差ですがどうでしょう。しっかりと回答しながらダメージ交換してますが、さあグラガス一つ有利を作っていって
ていますね、HR。そうですね、IT デッドとしてはやはり赤バフというよりトップサイド側のジャングルをグラガスに取られたくないんですね。そこを取られてしまうとベインへのグラガスの圧力といったものがかなり高まりますからね。ここはしっかりと抑えてグラガスをここから追い出したいという狙いが見受けられますね。グラガスは逆に何としてもトップサイド側のジャングルを取りたい、取ればベインのファームを制限することができますからね。ああ入ってくるの分かった。おっと、そしてなんとソロキル、これは大きい。これはグラガストップサイドいることが難しくなりましたよ。このままズブランも挟んでますから、ゼドあベインも挟んでますね。グラガス逃げる場所があるのか。ブルーバフがあるためルブランは意地でも欲しいでしょう。さあゼドもカバーに来ますがベインが来ているんです。さあフラッシュを選択する、ピンは鳴っている。さあボットサイド側が寄るのか、アリスターは寄った、ルルも寄った。ブルーバフを、ブルーバフを欲しいというところでリプレイオーノー。ちょっと待ってと言ってしまいましたが、ここは今違うでしょう。としかもキルが起きてますね。ルブランにブルーバフが映っています。違うでしょうそれは。なんと今さあ非常にこんがらがるシーンでございましたが、冷静に考えるとですね、ベインがリサンドラをファーストキルを取り、グラガスをルブランクとレクサイ、レクサイがアシストをついて取ると、まあキルを取るという形になりました。はい、そうですね。そしてまあベインがグラガスを倒そうとマップを移動したことによって AD キャリー同士で CS 差が生まれましたね。ただしファーストブラッド取ってることを考えるとゴールドという点ではベインの方が勝っているという形になってますね。これベインをトップに置いて最初からじゃないですか、アリスターも行かなかったっていうのはどういった狙いとしては、やはりソロファームをさせることで経験値とゴールドを集めようという形になってますね。そして 1v1 をすることで、まあ、デュオレーンで戦っているジンクスよりも経験レベル的な有利を作り出そうということですよね。そしてそれを成功させるためにもあれだけグラガスにプレッシャーをかけたわけですね。おっと、さあこれドラゴンは、あ、イグナイト入りましたよ。さあフラッシュを切って来たところでダブルスキルですか。ありますよ。さあヒールまで切りました。フラッシュありますよ。さあヘッドバットからの1キル、そしてフェイク最後グラガスを切る、そしてスティールはただ HR がゲット。さあゼド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 影虫逃げた裏にはアリスター、シュルケンがいいダメージ、あーっとW を打った瞬間ですかね、モルガナのバークバインドが入りました ね。救われましたね HR。 ただ今の一連のところで、さらに2キル追加ですか、しかもジンクスが倒されたというのは非常に痛いですね。これでベインとの差がさらに広がった感じがしますね。レベル的なところで大きく離されそうな感じがします。今レベル6になりましたベインが。さあ行きました、行きました、ゼド行った。ここただアリスタがカバー、レッドバフ、今度ブルーバフを持ってきたなら俺はレッドバフを持ってくる、そういった戦いになってますか。そういった形になってますね。そしてトップにグラガスが現れます。ベイン、おっとイグナイトがありましたからね。逆にさカバーには入ってくるのはアリスターとレクサイ、ただモルガナもきっちりカバーに入ってます。これはファームさせるのが狙いのような感じがしますね。ある程度のところまで、ま、たおっと、おー、アリスターフラッシュインからの打ち上げ、ただこのゼドのシュルケンが当たっている。さらにイグナイトでこれアリスターはダウンしそうですが、さあアリスターダウン、ゼドダブルキル、そしてうまくかわしたが、ここはレクサイそのダウン前にもきっちり避けてますね。グラガスが狙ってますよ、ただ無理はしませんか。互いにアグレッシブですね。ここでゼドが3キルを取ったというのは非常に大きいと思います。あ、2キルですね。はいはいはい。そしてこれは最初のファーストキルですね。ファーストキルのリプレイですね。スネアが決まって、あ、レベル3壁ドン決まってフラッシュに、ちょっと
とリサンドロの方が対処を間違えましたね。なかなかベインがピックされることはないですから、そういったところで相対し方を間違えて忘れてしまったということがあるかもしれないですね。ここゼドが3キロ取ったというのは1割にとって非常に大きいですね。ミッドレーンのところでルブランクを抑え込めるだけではなくて、中盤に差し掛かったときに1対1のスプリットプッシュ、圧力がボットレーンもしくはトップレーンから生み出すことが可能になりますからね。そしてジンクスをミッドレーンに置くことによってちょっとファームが難しくなっているジンクスにファームをさせることが可能になりますね。ミッドレーンはレーンの長さが短いですからね。さあそのジンクス少しこのボットレーンで確かにファームやりづらそうですね。そしてゼダが3キル、装備が一気に整いましたか。これは大きいと思いますね。ここでスプリットプッシュ用のブレードオブダルイントキングにするのかそうではないのかちょっと確認はしたいところでありますね。あ、ゼドがトップ。さあこれは行くか。さあウルトはうまく流れませんでした。ペインはウルトを打っている。ミニオンシャワーがありますから前出ませんでしたね。デフォルトアタック1回でも入ってればそうでしたね。ただしっかりとそのペインをピックした狙いといったものを見せてましたね。ウルトでタンブルすることによって、おっとそこかしこで戦闘が行われますね、はい。カメラもちょっと追いつかないぐらいの戦闘が起こっていて、まあ序盤その戦闘に入る前の駆け引きがちょっと見えない部分が、そうですね。ここでおレクサイがウォーリアを積んでますね。シンダーハークではなくさらに赤スマイトですね。はい、かなりこう積極的に中盤から試合を動かしていこうと、というのもゼド対策というのも一つあるかもしれませんが、先ほどのところでベインがもしカトラスを持っていたらちょっと分からなかったですね。これで、おっとおベインゼドの 1v1 受けますか。受けますか。よほど自信があるでしょう、あるのでしょうね。ただ先ほどのところも装備が整ってない中でしっかりと対処しきりましたからね。まあまだヒールにフラッシュも残ってますから。ここは先ほどのゼロが2キロ取ったシーンですね。この9の精度素晴らしかったですね、はい。ここもちょっとアリスターの方なんでしょう、モルガナのW、 あの範囲が AOE ダメージのところを忘れてしまった可能性がありますね。いや受けます。しかもしっかりと潜らますね。はい、さあリサンドラクレーン仕掛けていた。さあレクサイウルトでカバーに入る。ここリサンドラミッドに当てているのはルブランクがゼド対策のアイテムを買って、あとデスマークこれフラッシュインウルトヒールあったんですけど使いませんでしたね。やはりリーパードを受けていないからこそブラガスの動きが分かってなくてピックアップされてしまってますよね。ちょっとこの連の割り当てはよろしくないような感じがしますけどね。相手の狙いを受けてしまってますよね。そしてミッドレーンのとこでもさあまたしてもチェインいやただクビサンドラフラッシュアウト。あつまり今のレーンの割り当てでは HR としてはもう狙い通りで狙い通りだと思いますね。トップのところでベインを倒しました。ミッドのところでは今眼光を受けて下がってしまいましたけど、ルブランクの装備を確認するとアーマーへの物理ダメージへの対策のアイテムであってリサンドラのマジックダメージへの対策アイテムは詰めてないですよね。そしてリサンドラはルブランクのカウンターと言われているチャンピオンですからね。かなりルブランクは辛いと思います。ここを HR としては主導権が一つ握れる形にはなっていると思いますね。さあそしてセカンドドラゴンベインはボットに降りてきました。ルルがトップに向かってますね。テレポートはあるですが5人で HR セカンドドラゴン取ろうというところですね。ルブランがリコールしていてまだベースなので一旦諦めるが動きになるでしょうかね。そうなりそうですね。これで2つ目のドラゴンが確保されますと。そして今確認するとベインとジンクスの間に大きな CS が生まれてますね。これはやはり、ゼドの圧力グラスの圧力を
ベインは受ける一方でジンクスは隣に、ま、モルガナがいたと、あそして正面に、アリスターとルルが見えていたことによってかなりこのプレッシャーといったところは軽減されて CS に集中できましたね。この差が生まれましたね。やっぱり見えていてこう対面にいるよりも見えない方が怖いですよね。しかもしっかりと隣にサポートがいることによってワーディングができているといったところも見逃せないですね。トップはベイン1人でいたこと、ワードが全く置けてませんでした。ですからグラガスのガングが刺さったという形でしたよね。さあ仕掛けに行きますよ。ただここもレクサイの声、ウルトがあるんですが、こう確実にウルトで殺せるような状況を作るまでは丁寧にダメージの交換を続けますね。 HR のミッドレアの方はここ狙ってますね、ベインを。あ、ルブランコ、おっと、やはり狙ってますね。さあ、もう一度前に出てきたらウッドがありますよと。下がらざるを得ない、もしくはレクサイがカバーせざるを得ない。ジンクスがかなりこれで楽になってますね。リサンドラも同様に楽になっていると思いますが、あーあとまたちょっと地面を叩いてしまう。ヘッドバットがうまく出ないですね。さあ ITZ ジャングラーがかなりミッドレーンへのヘルプに入って先ほどから助けてはいますが、厳しそうですね。あ、これはグラガスのことがウルトがありますよ。あーっとかーいろいろ当たったんですが、さあ1キルは取ることには成功。なんかすっきりしない歯がゆいという形でしたね、はい、キルは取れましたがという形ですね。スネアは当たったウッドは外れたみたいな形ですね。さあデスマークからイグナイト、これはもうキル確定ですね。 HR としては狙い通りのことができてますね。先ほどから丁寧に試合を運んでいます。ここでミッドのファーストタワーを折った後、ボットのファーストタワーを折った後、あこのゼドのスプリットプッシュといったものが凶悪になるでしょうね。うわあ、今のスネア避けますか。ITZ のジャンカーの方はすごいですね。本当にこの大会通して全て安定してますか。かなり安定してると思いますね。そしてここから一旦帰った後、どうでしょう、ジンクスをミッドに置くかボットにまで置くのか一つ気がかりですね。ゼドはそろそろボットのスプリットプッシュが可能になっているとは思うんですが、赤バフを取ってからですかね、ジンクスは。さあどういったローテーションをしてくるのか。ここからは HR は何かしら自分たちからスノーボールをする展開、いわゆる有利を作っていく展開をしなければいけないと思う。そうしなければならないと思いますね。ここ先ほどのミッドの 1v1 のところですね。どういった動きが、やはり、トップかボットそれぞれにリサンドラとゼドを置いてミッドのところにジンクスを置くといったところで全てのレーンを押し上げることが可能になります。そうしながらグラガスとモルガナが敵のジャングルに入っていってマップのコントロールを取るというのが理想ではありますが、やりますね、その場合を。それを ITZ としては何とかして返したいんですが、ここでボットに2人置くことでなんとか対処はしようとしてますが、さあだいぶしたテレポートがある。一度バックする、使わせましたか。おっとこれは、そしてトップでこのままルブランクがタワーもに圧力をかける形になりますね。 HR としては対処を間違えた形、 ITZ は誘い出しましたね、リサンドラを。ダイブするよという圧力ですね。はい、さあ現在17分20秒26.3K と 25.2K ということで HR が 1.2K よりを作ってますが、ジャングル内での当たりが起こっています。さあスネアは当たっていない。さあグラガスどのようにいくかの、もいけレクスでうまく通路を使って逃げ切ることには成功。メガレスローケット当たってミニオンダメージ、
ジンクスのキル、ダブルもその前にうまく当てていました。さあもう一度横からスネア、ここは身に受け継がれるますが、ジンクスの CG 性能、タワー折り性能、非常に速いためにあっという間に皮が削れています。そのままデドモボットプッシュしてますからね、 HR としてはミッドとボットに圧力をかけ、いい形でマップのコントロール、ボットサイドが取れてますね。怖いのはルブランクの動きですが、確認できてるでしょうか。さあランの動きがあります。レクセイが仕掛けようというところ、グラガス、スマイト打たれましたが、赤スマイトなんで反転していく。フラッシュインウルト、レクサイを捕まえた。さあこれでジンクスがフリーシュート、さらには後ろにはゼロは入ってましたが、ここはさすがに処理されてしまう。行き過ぎたか。リサンドラもう一度ありますよ、ウルトがあります。ダイブをするのかしないのか、タワーを降りた瞬間にいくのか、横からルブランクチェインを決めている。アリスターが3人を打ち上げてそこに入っていくのは、ルブランダブルがうまく入ったか、自分リサンドラウルトを使っている。さあここにルルが援護に入ってますが、横からルブランはきっちりジンクスがフォーカスしているために前に出ることはできない。さあ4-4の熱い当たりですが、お互いノーデッドですね。リコールを挟んでます。今のデッドのところ非常にもったいなかったですね。ちょっと自ら分断されるような動きをしてしまいました。完全にフォーカスを1人で受けてしまいましたね。リサンドラがフォローすることもできませんでしたし、グラガスもウルトがなかったですからね、ちょっと非常にもったいなかった。その後の IT デッドの対応は見事だったとも言えますが、そしてドラゴン勝負ですね。ルブランクはしっかりと返ってます。ベインはライフスティールがあるのでヘルスも回復するでしょう。気がかりなのはウルトのところですね。アリスタのウルトがないことによってちょっと集団性の能力といったところ、 ITZ かなり落ちているような感じを受けます。ここをカバーできるのか、3つ目のドラゴンをこのリサンドラ、ゼド、ジンクスに渡すのは何としても避けたいでしょうからね。まあ3スタック目は確か、ムーメントスピードアップ 5% ですか。はい、地味ですがかなり大きいですね。特に、ジンクスを捕まえづらくなる、リサンドラも捕まえづらくなる、ゼドも捕まえづらくなるといったところで、集団戦のところの能力の向上というのも見受けありますし、ローテーションが速くなることも一つ 見逃せないですよね。ただルルが返ってますからね、諦めますか。諦めですね。さあサードドラゴン取っていくのは HR、ただし ITZ 金額差が離れませんね。離れませんね。先ほどのところトップとボットのファーストタワーをカウンターのような動きで取ってるんですよね。なおかつ HR としてはセカンドタワー折れなかった、それが差が生まれなかったようになるかもしれないですね。おっと狙っています。狙ってますね。タッピングカードがあるところに入ったグラガスがチェインで絡まってますが、一旦逃げることに打つ成功。その間にミッドのファーストタワーに圧力をかけますか。1-3-1 は 1-3-1 で対抗すればいいじゃないみたいな形で無事になってますね。そういう形になってますね。ミッドのところこれを見ると非常に大きくはあるんですが、アリスターが後ろから来るといったところも確認できてますかね。さあアリサンドラ入るか。入りました。さあフラッシンは当たらなかった。そしてゼロはディグルフォンで成功。ただルブランクはまだ待ち構え、いやミッドに圧力。おお、ウルトラうまくリサンドラ捕まえましたよ。さあメガデスロケットは当たっていない、ゼドが追撃したいところですが、逃げ切られると判断ですね。今ルブランクのところしっかりと、もうちょっと早めに行けていればよかったんですが、ちょっとポジションが遠かったですね。リサンドラのウルトに対して CC チェーンができませんでした。ルブランクとしては救われましたね。さあルブランとにかくピンクワードのあるところで何か先手を仕掛けて有利を取りたいというプレーが。そうですね。おっとここもピックアップできました。さあウルト、ただここはレクサイきっちりアリスタがカバーに入って逃げるが、いやただウルトを切っていてもダメージが痛いぞ。さあイグナイトでデッドはしませんか。もうカバーはできない。そしてここにゼドからのモルガナの沼、一気にジンクスが 1-2-3 完全にフリーシュート。3人交換、そしてジンクスかと思いきやルブラン、ゾーニャ、いやダウンダウンダウン、ただここでベインがフリー、ベインがフリー、ベインがフリー、ルブランがダメージを出し切って最後はベイン、なんという動き。4号交換、
倒しきれると判断してましたね。してましたね。ジンクスのダメージを通常攻撃3発も受けて、一体どうしたんだろうと思いきや誘ってましたね。ここゼロの AOE ダメージっていうところがほぼ全て入りきりましたね。しっかりとベインはカバーしきりましたが、これで2人も落ちました。これここですよね、はい、ただグラガスのタルといったところは計算外だったのかもしれないですが、ただそれでも素晴らしい動きをルブランク見せてくれましたね。これで一つゼド対策のアイテムができるまで ITZ としては試合を引き延ばすことができると大きいと思います。すでにルブランクはゾーニャができました。次に重要なのはベインの殺臭ですね。その前に、ヨムズゴーストブレードに行きそうですが、殺臭どのタイミングで積むかですね。そうですね、このままだと羊毛を積んでからという形になりそうではありますが、待ってましたと言わんばかりに後ろから来ますが、レクサイのソラで分かってますか。分かってましたかね。してドゥルはボットレーンを押してますね。どうしますか、セカンドタワーを守るために使いますか。あ、テレポート切りましたね。さあそしてアリスタを仕掛けた。グラガスがタワーダメージをもらってる。一旦下がったが、ここはルルが捕まっている。ゼロデスマーク打ちますが、一旦バックしていくのは ITZ。 まあ互いに痛み分け、ウルトが両者ともにかなりの量が落ちています。おっと入りました。ナイススレアだが、ゾーニャがある、ゾーニャがある。そしてリサンドラ突っ込んで自身にウルト。さあ5入りましたか今。さあまずはアリスターがダウン、ゼドがきっちり仕留めていく。もう一度あるぞ、モルガナのスネア当たればジンクスはまだライフが高い。狙っています、狙っています。ルブランも狙っています、それを分かっている。リサンドラは一度帰りますが、これテレポートがありますから継続することは可能ですが、やめましたね。やめましたね。今の見応えありましたね。おーっと追撃と、あ、チェインが当たればというシーンでしたよ今。ゼドが受けてましたか。ゼドが受けました。今のいい動きですね。当たっていればジンクス倒されていました。ただ今の動きで HR としては必ず確実に帰らざるを得ない状況になりましたね。今のルブランクの動き非常に素晴らしかった。そしてルルのそのゼドへの対策といったもの完璧でしたね。マークを打たれた自身、ゼドはすぐさまルルを対象としてウルトを打ちましたが、ルルもゼドが現れた瞬間にウルトを打ってノックバックし、なおかつ W のポリモフを当てて全くゼドにダメージを出させませんでしたね。これがルルがゼドのカウンターと言われる一つの要因だと思いますね。まあ、ダブルのあれですよね、ポリモフって、はい、可愛い声でやるやつですよね。やるやつですね。あれで通常攻撃もスキルも打てなくなるんですよね。あれ本当強いですよね。本当に強いと思います。ゼドはマークをつけている対象に対してどれだけ通常攻撃とスキルを当てられるかが鍵ですからね。あれスキルもサモナーズスペルも確か打てませんよね。はい、打てなくなりますね。フラッシュとテレポートが打てなくなると思います。確かスマイトは打てたと思いますね、はいはい、ほぼサイレンスに近いような状態。はい、サイレンスよりも強いかもしれません。強いと思いますね。通常攻撃は打てませんからね。サイレンスは打てますから、通常攻撃は。そして4つ目ですか、これはバロンバフへの布石になりますからね。これはさあ1でも物体が無理していくと、グラガスがうまくやっている。さあアリスター後ろに入ったデスマークを狙っているのはベイン。ベインはただ壁取ってゼロでダメージ出さないが、メガネスローケット決めてジンクスがキルを取っている。さあここでの後ろでの状況下はリサンドラが後ろをきれいに止めていた。これは ITZ 非常につらい。4キルゲットしたのは HR。 今のリサンドラの動き見事でしたね。完全にゾーニングしてベインがゼドと相対するような形、もちろんアリスタがフォローはしてましたけどちょっと足りませんでしたね。しかもリンクスがそこでウルトをフォローした。今のリサンドラの動きで集団戦のところ大きく変わりましたね。そしてここでドラゴン目の2つ目のバフがジンクスに対してかなり生きてきますね。インヒビターまで壊せそうですか。無理はしませんか。バロンいきますかね。これちょっとバロンは厳しいような気がしますがね。壊した場合バロンに行かれると判断しましたね。ここでサンドラがルブランゾーニングしてる。そしてルルもベインをフォローしきれませんでしたからね。サンドラがルブランを抑えて
このグラガスのウルトをベインが食らってしまったのが一番大きかったリプレイを確認するとそういう形でしたね。ルルはウルトをベインに打つことしかできませんでした。ゼドに対してポリモフ打てませんでしたね。そしてなんとかベインをフォローしようとしているルルをジンクスはフリーでダメージ出して倒しましたね、はい、ずっとフリーなんですよね。ずっとフリーでしたね。ルブランクが狙おうとはしてましたけどリサンダーがそこをカットしてましたね。あ、集団戦のところ一つ HR が上回ってましたし ITZ としてはかなり厳しい形になってますね。やはりこうベインというチャンピオンはこう相手の奥深くに入っていくことよりもこっち自身に引き込んだ上で対マンをして戦っていくようなチャンピオンですからね。ああいったドラゴンあのオブジェクトを餌にされた集団戦といったところはかなり難しいですね。さあ HR 負けても勝利を積み重ねていくのがこのチームの特徴でもありました。逆転の力は非常に強かったですからね。おっとこれさあその前に出てゼドを打ち上げたレクサイがここから入ってくる。グラガストリサンドラのコンポになるがメガネスラゲットはこれはゾーニャゾーニャゾーニャフラッシュアウトを選択。ルルはノーデッドしている。さあここでベインがフリーにはなってますがルブランやキャリー陣いやまたアリスタ3人打ち上げた。さあここでルブランもう一度入ってきますがリサンドラ2位が怖いがここでジンクスジンクスブラックシールドを持っているジンクスとゼドキャリーが前に出る。さあライフは非常に高いがルブラン倒しきれるか。さあグラガストは倒しきった。さあ5-1交換だがインヒビターはダウン。そしてジンクスマッシュもまたしても発動逃げるのが非常に早い。ダブルが怖い。どちらも集団戦が非常に上手かったですね。ゼドが何もできなかったんですがジンクスがずっとダメージを出し続けてますね。圧力をかけようとかけようと ITZ もしてるんですがしっかりと HR もそれをカバーしてますね。差しはできてますか。ただジンクスの圧力といったものは非常に強いですね。 HR はこれをジンクスを守りきれば集団戦このままこれは先ほどからそうなんですがモルガナのスネアがかなりの精度で当たってますね。これでドラゴンの4つ目のバフもあります。ジンクスも育っているリサンドラもデドも育っていることを考えるとバロンバフへの圧バロンへの圧力といったものを HR は生かしてそしてミッドのスーパーミニオンが湧いていることも生かしてマップのコントロール奪えますね。さあトップタワーへの指示横から当たりたいモルガナを狙っていきます。転用してあとワンコンボでモルガナを倒せると判断をしているでしょうか。さあルルが少し間に合ってませんから一度バックします。グラガスウルトを打ちましたがここはうまくエンゲージができませんね。さあ今度は折り返してベインがフリーですがゼドが怖いでしょう。スローを当てながら下がっていくのは HR。 ルブランが前に出るところ。いやスリーマン打ち上げました。スネはうまく避けている。そして3人打ち上がっているところ。いやルサンドラ完璧にスネアが4人に刺さりました。素晴らしい。ここまでも刺してジンクスがまたしても2キルゲット。パーフェクトでしたか。今のリサンドラのスネアはパーフェクトでしたね。あそこリサンドラのスネが入っていなければベインがそのままゼドを倒してそのまま一気に集団戦キャリーしようと体勢が整ってましたからね。的に流れを変えるスキルショットプレーを出したのは HR のトップレーナーのリサンドラ。そのままの流れでネクサスを追ってここで 2-1 戻しました。 HR の勝利です。いやそこで折り返して決めるというのがねこれが HR なんですね。素晴らしい。あそこで3戦目の前のところで心が折れなかった相手に有利を渡さなかった最後のところでギリギリのプレーをした強さを見せてくれますね。
これは次の試合も非常に楽しみですけれども、多分リプレイもね後で来ると思いますから、はい、それでは次のゲームが、準備が整うまで一旦失礼させていただきます。